第18次長期滞在は国際宇宙ステーションへの18回目の長期滞在である。最初の2人の乗組員、マイケル・フィンクというリロンチャコフは2008年10月12日にソユーズ・トママイナス -13 で打ち上げられた。サンドラ・マグナスは STS-126 で打ち上げられ、第18次長期滞在に加わった。彼女は2009年3月17日に STS-119 で打ち上げられた宇宙航空研究開発機構の若田光一と交代した。グレゴリー・シャミトフは第17次長期滞在から継続で STS-126 で地球に帰還した。当初はサリザン・シャリポフが参加する予定だったがバックアップの有利ロンチャコフと交代になった。1993年に GPS 衛星を打ち上げた。 デルタ2ロケットのペイロード指示モジュールの破片がスペースデブリとして2009年3月12日に ISS の近傍を通過した ISS とデブリの接近が発見されたのは衝突回避マニューバーが起動できるよりも後になってからだった乗組員はモジュール間のハッチを閉めて緊急用にドッキングしていたソユーズに避難したデブリは衝突せず 16時38分が特に通り過ぎ、乗組員は5分後には通常の作業に戻った。ありがとうございます。